はい、どうも、エピソードです。ということで、いやーね、来たね、新作、スパーキングゼロ。まあね、音聞いてわかると思うんですけど、今ね、外で動画撮ってます。はい、ね、さすがにね、外の背景出したらね、バレちゃうんでね。田舎っていうことは言えますね。うるせえ。鳥はね、元気で、うるせえ。まあね、画面は真っ暗でね、まあ多分ゲームの画像とかになってると思うんですけど、いやー、グラフィックがすごい。けどね、やっぱ残念なのがね、やっぱスイッチとかプレステ4では出ないっていうね。やっぱプレステ4とか出ないかなと思ったけど、出ないね。いやーね、なんかね、いろんなコメントでやっぱりこういう意見もあるんでね。ああ、こういう神ゲーをスイッチとかプレステ4でできるわけないだろうみたいな。うん、おとなしくプレステ5とかね、なんかパソコンとか Xbox、名前わかんないけど、買いなさいってね、そういうコメントもあるんだけど、どうしようってね。これからね、プレステ5ならぬプレステ4とかね、スイッチでも出たらもう神なんすかね。ウィリアったってやつよ、俺。ドローンボール、スパイキングメテオ。まあ、プレステ2とかで。いやー、やっぱ外で話すと全然違うね。やっぱり、家に家族が行くから、いつもね、小声になっちゃうんだよね。けど、今はもう本音でね、もうバリバリ喋るから。でね、まあ、いろんなキャラクター出て、もう、ベルガモとか出てっからね。びっくりだね。あれ、狼ね。あれ、よく出んなと思って。まあね、おなじみのクレリー、ヤムチャ、天津飯とかね。ご飯出てなかったよ。トランクとか、18号とか、セルとか出てるけど。ご飯は出る、必ず出るよ。で、さらにね、いや、ダウンロードコンテンツ、あるなし、問わずに、スーパーヒーローとか最初から入っててほしいね。で、GTZ。で、少年編とかね。スーパー。で、ジレンドもいたからね。いやー、楽しみだね、今日。ねいつ発売がまだ出なかったの。2024年だよね、絶対。もう今年中に出るわけがない。あと、キャラクター減らされてなかったらいいな。やっぱりさ、俺たちが望んでる、ね、ドローンボールスパーキングシリーズはさ、キャラクターがたくさんいて、なおかつ、バトルができる 3D バトルがいいんでね。まあ、何はともあれね、皆さん、発売楽しみに待っていましょう。ということで、はい、雑談した。